この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。大家好，欢迎来到大人的玩具箱。那我是主持人，今天主持人信。我是今天的主持人小样样。那我今天扮演的是游戏中的领航员 Rico。好啦，今天的主题就是他所扮演的这个角色登场的作品《洛克人 X Dive》。然后没想到我们今天这个节目《大人的玩具箱》居然能请到《洛克人 X Dive》的制作人伊田秀敦先生。大家好，我是洛克人 X Dive 的制作人伊田秀敦。よろしくお願いします。よろしくお願いします。谢谢。那洛克人 X Dive 呢？这个游戏可能大家比较不熟悉，然后我们就请我们 Rico 来介绍一下这个游戏的整个大背景故事。好，那让我来介绍一下这个游戏的剧情，那就是有关于我们记录的游戏资料以及玩家资料生成记录档出错，所以要请玩家先生们操纵这些洛克人系列中的角色来打倒这些非正规资料，修复我们的生成记录档，让电子游戏世界恢复正常。想请问一下伊田先生，嗨，然后为什么会想要做这样子的游戏？有遇到什么那理念这样？まずね、ロックマンという大変面白いゲームを本当に多くの人にやってもらいたいなと思って。まずロックマンのゲームを作りたいなと思った。せっかくロックマンのゲームを作るんだったら、今まで そのコンソールゲームでなかったいろんなシステムとか、使えなかったキャラクターとかが使えて、使えなかった武器も使える、すごい楽しいゲームになればいいなと思って作ったのがこのロックマンです。那因为其实有看过我或者是看过我频道甚至直播的观众都知道，我其实玩洛克人玩蛮久的，玩的好不好一回事，但是真的是玩很久的一个玩家啦。那我想问一下小样样，你自己最近有玩这个游戏，你玩起来感觉怎么样？完全感觉就一开始觉得它应该是挺简单的游戏吧，没想到意外的还蛮有难度的。然后自从我过了新手区，现在也没办法复活以后，新手区，新手不是就是第四章嘛，对不对？因为我一开始想说，简单，那我马上破到第八关，没有。然后我就真的蛮有深度的，但是它里面有很多就是像武器系统啊，或者是它可以用。那个 boss 的晶片系统，然后用它的招数之类，这种蛮有趣的地方，然后也有很多的就是亲切的可以看到 Rico 那边引导大家，我觉得它很有用的，不要你觉得它很有用，我觉得它又可爱又有用，而且里面也是意外的蛮多女性角色，因为我之前对洛克人的印象就是那个 pew 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 pew， 然后进去还发现其实还蛮多女角色的，有爱丽丝就够了。为什么要做爱丽丝？会哭啊！何のために戦ってるんだ！俺は一体何のために戦っているんだ！这是我自己的感想，没有不是啊。好，那我自己玩的感想是，其实他把很多当年的元素，转化成比较现代的方式去呈现，而且也可以。以前不是就是可以打倒对手拿那个对方的那个武器吗？其实那个有点像是把晶片拿来这样子运用的概念嘛，我觉得很棒，我觉得很棒。好，那经过刚刚对 X Dive 的介绍之后呢，我觉得有很多观众对这个游戏已经有了部分的了解，最初步的了解。他最近他有做很多的大改版嘛，像是等级上限有提升，再来就是有新的关卡嘛。嗨，这次开放的是洛克人 X 4的。そう、よく知ってますね。はい、クジャク。そう。サイバースペース。はい、サイバースペース。入りますか。这就是最近的新的改版，主要就是这两个系统上增加的这两个吗？困難モードのフォレストステージ。フォレストステージ。これ次 BGM を聞いてもらいたいんですよ。もうすでに聞いているユーザーさんもいっぱいいると思いますけども、これリメイクしてるんですね。あ、リメイク。ファミコンの BGM をリメイク。我这个有趣，我觉得洛克人音乐一直都很好听。かっこいいよね。かっこいいですよ。而且有的时候有比较欢乐的关卡，就这是像是洛克人八代的那个游乐园关卡，クラウマ。啊，游乐器。对，かっこいい、かっこいいですね。那还有新增一个新的挑战系统，是这样。そうですね。ボスがまた増えます。一つがメトロギガントって巨大小兵。巨大小海兵。そう、小海兵。小海兵ね。中文。そうなんですよ。これ全部で戦ってみたらだいぶ強いんで。とても強いです。とても強い。好，没问题。那そのもう一つがバジュリーライフ、これ知ってますか？X3。はい、X3 の。そうなんですよ。これなかなか強いんですけど、これもダイブでしか特別な動きをアクションを入れて新しくまた強くなって登場しますから、これはぜひ挑戦してください。还有我们这个雅各塔。
雅各布。雅各布。これ31回から35回まで。还有最近的还有一个改版是那个全新潜影技能。ダルトリガー。ね。ダルトリガー。このレイスプラッシャーっていうのは X3 に同じ技がありました。そして新しいロックマンのコラボイベントがあります。それがですねこのロックマン X、ロックマンすみませんロックマンゼロ、ロックマン T ですね。ジョビ。当然 Zero 真的很人气啊，在台湾非常。で台湾であんまた新しい出ますからコレクションが。好好好，就跟最近出的。でそのキャラクターが。ロックマンスタートの世界に新しい世界観これはゼロはもちろん他のロックマンゼロのキャラクターも出るかもしれないですそれはぜひ見てください好那所以下一次的活动就是洛克人 Zero 的活动嘛そうですそのロックマンゼロはイベントをクリアしてもらえれば皆さん使えるようにするの那他既然作为活动角色强吧应该是还不错吧そうですね新しいスキルも出てきます那我有问题，我有问题想请问制作先生，就是像我这样的新手玩家，哎，一口接下来要做事了，大家听好，终于有要做事了，哎，我们这种新手玩家的融入团游戏真的有一点点困难，不知道可不可以给我们一些奖励呢？それはまあニコに言われたらそれはね、なあ、あげなきゃいけませんよね。こんな新規ユーザーさんのために今はまあ無料でまず10連このカプセル、ダイブカプセルとかガチャなんですけど、それやっていただける。さらに2000個のエレメタルをお配りしますので、合計30連分のダイブカプセルをまずやっていただけるというのをやってます。さらに今3日間だけ、試しに3日間だけやっていただければ、S ランクのキャラクターと S ランクの武器を獲得できるというイベントを今開催中です。哦，那真的超级佛心，谢谢制作人爸爸。没有，没有，啊，太棒了！好，这里搞，我先去砍账号，我从下，我从下。これで本当に新規のまだロックもやったことない人も、アクションゲームもやったことない人も比較的簡単にできるようにシステムが組まれていて、遊びやすい設計になっているので、ぜひ。我都帮大家争取这么多了，记得要来玩哦。那其实啦，作为一个洛克人长期的粉丝，听一田先生这样子讲，就会觉得这个游戏有很多可能性，就 X 的可能性。比如说，我有很多想问的，像角色哪些有可能登场呢？之类的这些，我有几个角色单想问一下啦。那就是洛克人 Dash 有可能吗？それはいい質問ですね。あ、ダッシュ。ロックマンダッシュはとても、まあ結構前のゲームなんですけど、今でも人気があるシリーズですね。うん、あ、对。もちろんロックマンシリーズである限り出現する可能性はとてもとてもあります。哦，比如说像是 EXE 啊，这个就有可能。EXE。那流星洛克人。流星洛克人。哦哦哦，不过洛克人 EXE 的话，那个热斗该怎么办呢？他要怎么登场啊？热斗ね、人間ですけどね、まあそれももちろん。可能性はもちろんあります。哦，也有机会可能，或许洛克人发招，热斗会在旁边，那个剑，长剑、宽剑，对对，之类可能啊，搞不好是不是？もちろん，男キャラ、女キャラ、人間キャラ、ネプリロイド，いろいろいますけど，もちろんすべて可能性あります。那像刚刚那个 Zero 系列已经确定会登场了嘛？Original X 有可能吗？啊，这我很喜欢诶，个人超喜欢他的。かっこいいよね。啊，变成神了嘛？それはね、ぜひ楽しみにしてください。那个最后一个角色的问题，这个问题可能比较，我不确定观众知不知道，但是如果你是 X 粉的话，你应该会知道这个角色就是觉醒 X， 用那个手去抓那个西格玛脸的那个版本。嗯。那个有可能吧？いやいい質問ですね。まあそういうのももちろん期待してください。おおおはい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 。あとまあいろいろと言ってくれましたけども、プレイヤブルじゃなかったキャラクターとか、例えばボスとか、その辺も今は人権でしか登場してませんが、その辺もぜひ。好，那我想问洛克。我刚刚想讲洛克人先生，制作人先生啊，问一个问题啊，那就是角色的等级是怎么样取决的呢？因为在剧情中 ，Zero 为特 A 级的角色，然后 X 为 B 级战警。那这些角色的等级是怎么样去选择的呢？
あ、そうですね。原作ではイレギュラーハンターのランクとしては確か A 級とか S 級とか存在してましたけども、この X ダイブのランクはイレギュラーハンターのランクじゃないです。 S ランクのキャラクターとても強いんですけど、まあ、プレイしてもらったら分かるんですけど、 B 級のね、アクセルもとても強いキャラクター、入手のしやすさはもちろん B 級の方が S 級よりもとても簡単に入手できる、まあ、そう思って、まあ、いろんなキャラクターを獲得してもらって、でそのランクにとらわれずにいろんなキャラクター試してもらえればと。那再来就是，那个可以请问一下，小样样可不可以供大家使用？哎、欸，什么小样样？不是，我的意思是 Rico 会不会开放玩家使用呢？哎、欸，ちょっと一個ね、ユーザーさんからね、いや、Rico がこううるさいとか。怎么会这样？怎么会这样？プレイヤーさん、プレイヤーさん、すごいうるさい。え、不是很可爱吗？どう思います？玩家代表的意见。玩家代表的意见是。比 X5 的艾莉亚好很多。啊，对对对。でもそれは新装のために教えてあげようと思って。啊，原来如此，就偶尔吵一下，可以啦。对啊，反正他可爱嘛。一点都不吵吧，很可爱啊。真的会不会有人在下面刷闭嘴？応援してくれればリコも喜びますからね。でさっきの質問ですけども、まあ、そういう意見があればもちろん期待に応えます。ほうほう。うん。不过很多玩家就是会敲碗说喜欢玩怎样的角色，希望可以怎样的角色登场。听说伊田先生你们是有很大的决定权的嘛？就是哪些角色可以登场这样？そうです。もちろんです。那就在下面留言你们喜欢的角色敲碗哦。那在下面敲碗哦，拜托，或者是对游戏有什么意见？啊，そうですね。官方。都看得到，所以真的就在留言区刷起来，告诉我们官方有什么想法。翻译してくれて、もう全部私も見ますからね。或者密我粉专，我直接跟他讲。好，那虽然刚刚我有跟你要过东西，但是我想问一下，我们今天这个节目有没有为了 Rico， 为了这位新玩家有一些特别的东西，为我们大人玩具箱的？好了啦，好了啦，不要再凹了啦！这哪是要凹，我是帮大家谋福利。好了，小样样，好了。什么？我今天是 Rico， 叫 Rico。尊重，尊重。尊重まあまあまあ、そうね。じゃあ、Rico が言うなら、ね、もうもちろん今日見てくださってる皆さんに、その特別なプレゼントが。Rico 还是很有用。我的最有用的一次了，超级有用。那我们这边会有一个，在这个活动期间，大家可以 key 这个通行码来帮忙比一下，大概在这边，这边吧，大概在这边有一个通行码，坏人血量的地方这样。坏人血量 X 八的在这边，对不对？好，那输入这个通行码就可以获得我们这次节目特别的东西哦。那请问一田先生对于我们今天节目的感想是怎么样的呢？啊，もうすぐこの楽しい番組に呼んでいただいて、すごい嬉しかったです。この楽しい司会者とね、この可愛いリコちゃんね。これはずっとこの格好でやってくるんですよ。なわけないよね。はい、でも本当に楽しい番組で、この番組に出させてもらって、X ダイブをのごとごと紹介させてもらって、とても嬉しかったです。でこれからもこの X ダイブチームは皆さんに楽しんでもらえるために頑張っていきますので、その時にはちょっとまたこの番組に呼んでいただけると嬉しいですね。那很感谢今天伊田先生来到这边，还有我们的 Chris 先生，还有小样样，虽然他是主持人，不过哎，你又讲的话，哇，这下一集就不会出现来，好可怕哦。那就麻烦大家也去下载这个洛克人 X Dive， 然后不要忘记去按他们粉专参加之后的活动。嗯，就是那个 Zero 真的是非常的让我兴奋啊！我想要拿那个剑开桌啊！那也不要忘记订阅我们 Yahoo TV， 还有时常关注我们的节目《大人的玩具箱》。那也别忘了订阅信，还有我的粉专哦。然后在下面留言，其实我们真的都会看到，官方也会看到，官方也会看到，这个很重要哦。喜欢这影片，刷666喜欢，谢谢。好，那么我们就下次见啦，拜拜。さあ、プレイヤーさん。